ジブラルタル海峡から見た、エウローパ岬エウローパ岬は、イギリスの海外領土であるジブラルタルの最南端地点にある岬。ジブラルタルの岩の末端部南側の土地は平坦で、グラウンドや建物などで占有されている。晴れた日には、地中海生誕のジブラルタル海峡を挟んで対岸に、あるセウタやモロッコのリーフ山地などを見渡すことができ、ジブラルタル湾を挟んで対岸にある、 スペイン領の町やその海岸線を見渡すことができる。ジブラルタルの旧市街からは、エウローパ道路でアクセスすることができる。国際水路機関による定義では、エウローパ岬と対岸のアルミナ岬を結ぶ線が、ジブラルタル海峡東端となっている。主要な建築物には、ハーディングの砲台、イブラヒム・アルイブラヒムのモスク、ローマカトリックの聖母マリア教会、エウローパ岬灯台、 修道場の井戸などがある。エウローパ岬はまた、クリケットジブラルタル代表がプレーするクリケット専用グラウンドを見渡せる唯一の場所であり、2013年にはシコルスキ記念碑が建てられた。エウローパ岬は、ダドリーウォードトンネルを通じて、サンデー湾、カタラン湾などジブラルタルの岩の東側とつながっている。重大な落石から8年後の2010年、トンネルは、 再オープンした。2011年、ジブラルタル自治政府は440万、ジブラルタルポンドを費やしてエウローパ岬の改装を行い、首相のピーター・カルアナによって再開書式が行われた。今日のエウローパ沈賞弾薬後、エウローパ岬は、イギリス人によって、自然な防御壁だった崖に要塞が構築されたのと、同様に、スペイン人やムーア人の要塞でもあった。絶壁。 足や手をかける場所もない場外。多くの砲台などが地元の兵舎を支えた。今日、ハーディングの砲台はジブラルタル末端部の土地の中心にある。19世紀に建設された、この砲台はジブラルタル海峡の対岸まで800ポンドの投射物を発射できた大砲の規模を明らかにしている。これらの兵器を備えるエウローパ沈賞弾役庫は今日では、 ビジターセンターとして使用されている。エウローパ岬灯台は1838年から1841年の間にジブラルタル総督のアレクザンダー・ジョージ・ウッドフォードによって建設された。1994年2月には完全自動化されて無人となり、その光は2 7トルの距離から見ることができる。エウローパ岬灯台は トリニティハウスが担当する最南端の灯台であり、イギリスの外部にある唯一の灯台である。ジブラルタルの住民は灯台をラファロラと呼び、これはラテン語に由来している。ジブラルタルアマチュア無線協会は灯台周辺から放送している。キング・ファハド・ビン・アブドゥル・アジーズ・アル・サウド・モスク、または、モスク・オブ・ザ・カストーディアン・オブ・ザ・ツ・ー・ホーリー・モスクスとして、知られるモスクがエウローパ・岬に立っている。 建物は、サウジアラビアのファハド国王から贈られ、2年の歳月と約500万ポンドの資金をかけて建設され、1997年8月8日に公式に竣工した。モスクは複合施設であり、宗教学校、図書館、公道が内包されている。2000人以上のムスリムを抱えるジブラルタルで唯一のムスリム専用のモスクである。聖母、 マリア教会1462年8月20日のセイバーナード記念の日、ロドリゴ・ポンセデ・レオンに率いられたカスティーリア王国の軍隊はムーア人からジブラルタルを奪還した。彼らはエウローパ岬に小さなモスクを築き、エウローパの守護聖人である聖母を称えたキリスト教会に変えた。百七十九年に教皇ヨハネ・パウロ二世はジブラルタルの守護聖人として、 エウローパの聖母、マリアの称号を公式に承認し、続いて教会が修復された。修道所の井戸は、キートリーウェイ、トンネル末端部の反対側にある地下水の古い、備蓄庫である。19世紀、地下水はビール製造に使用された。ジブラルタルへの訪問者が使用できる、よう、1988年には建物が修復された。ありがとうございます。